こんにちは。甘ずいサポーター、堀秀夫です。今日は商品探しの順序ということでね、えー、昨日、まあ、スカイプ相談をしてて、まあ、仕入れがちょっとね、大変だと。アメリカンマゾンをやってる会社さんですけど、仕入れが大変だと。で、なんかいい仕入れ方法ないですかというのでね、話をしてて、で、よくよく聞くとね、 カタログが見つかるんですと。売れて儲かりそうなカタログが見つかります。でも仕入れができませんと。合う、儲かる金額で仕入れができませんというふうにね言ってたんですけど、あれ、それね、順序が逆,逆ですね。まず、仕入れる商品を探す。探すっていうかね、まあ、実店舗だったら商品が目の前にある。この商品が売れてるかどうかカタログをチェックすると。まあ、あるいは、 いつも通り、ね、あの、ヤフオクとかね、えー、なんかネットショップしてって、あ、これや、これ安いんじゃないかな、高く売れそうだなという商品をカタログで見つける。でね、その商品見ていきなりこれ高く売れそうだなと気づくかどうかっていうのは、これかなりね、目利きが進まないと、商品知識がないと、えー、分かりにくいことなんで、まあ、だから通常は、まあ目の前にある商品を見比べるというのがね、えー、おすすめです。 だから実店舗行くのがおすすめというのは、まあそういうことですね。で、これ逆にやると無駄が多い。まあなんでかって言ったらね、えー、まず、まあその今、現在、昨日相談されたように、えー、あ、これ売れてるんだ、ランキングがあって、アライバル少ないねって、どこで仕入れられるかなって、あ、なんだ、高いや。まあ、この、この作業を延々と繰り返しても、まあ全然ね、えー、商品見つからない。で、時間が足りないということになっちゃいます。 あの商品を起点にして仕入れできるかなって探すのは、売れた商品の関連商品探しの時だけ、それ以外は逆に商品を、えー、これ売れてるかな、ね、カタログがあるかなっていう方向で見ると、ね、カタログがあれば即仕入れできる、この形にしないと、えー、時間は、えー、いくらあっても足んなくなっちゃいます。ねまあ、無駄なことをすると時間はかかる、稼げない、モチベーションは下がるということになっちゃいますんでね。 でまあ、実は、まあ、商品的にね、アメリカ、まずやってる人もみんな似たような商品やってるんですけど、えー、募集ページなんかでね、この去年の年末出していただいた、この売上3万4000ドルっていうのを、ねえー、載せてますけど、まあ、この人、1日1時間ぐらい、1時間、1日4時間ぐらいしか作業してないと。ねで もっと時間働こうと思えば働けるんだけど、まあ、そんなに自分はお金も使わないし、あんま稼ぐ意味がわからないと。ね。ならゲームでもやってた方がいいんですけど、どうしましょうと予想出されてね。いやいや、別に十分稼いでゲームやりたいんだったらゲームやってたらいいじゃないですかって。無理に稼ぐ必要ないし、そんな無理に稼いだってね、いいことないし、楽しんだ方がいいですよというアドバイスでやってる方なんですけど、 この方とその時間が足りない、うまくいかないって言ってる人の何が違うのかなって言ってたんでね、まあ、違いはもうはっきりしてて、それは伝えたんですけど、どうも納得してる様子じゃなかった、まあ、逆に納得しない頑固さがちょっとね、あの大変な割には成果があんまり出てないっていうところにつながってんのかなと思うんですけど、まあ、この会員さん、埼玉の会員さんは毎月スカイプ相談を使ってると。 はっきり言って、私に聞かなきゃ全く分かんないってことは、この会社の場合にないんですけど、ただね、思いついたことを私に聞いてもらえば、まあ、それは成功の見込みが高いのか低いのか、何をやる,やる必要があるのかという答えがすぐに得られるんでね、それと、あと多分自分で質問することで頭の整理をしてるのかなと思います。で、まあ、簡単に納得することとなかなか抵抗することはありますけど、まあ、基本的にあのアドバイスには従っていると。 だからねまあ、何しろ、私今まで転売も累計多分ね、2000人以上サポートしてますし、ね、今も現に毎月50人前後の会員さんに日々なんかトラブルがあったりこうやってこうやるってうまくいかないとか、ね、そういうのをやり取りして,てなんて問題が起こるたびあるいはうまい方法ないかなってたびに基本的には英語で情報を探ってっていうのをやってアドバイスしてるわけですから。 なんか思いついたこととかね、やる前に、時間使う前に相談してください。あのそうじゃないとねあの、本当、無駄なことやってたら時間ばっかかかって全然儲かんないですしね、で時間ばっかかかって儲かんないと、ね、稼げない、だからモチベーション下がるっていうのはつながるんで、た、まあ、やね、相談してて、時間余ってしょうがないと、ね、でも、まあ、これ以上、ガツガツ稼ぐのもなんか意味がない気がするから、ゲームで遊んでると。 方や、ねえー、やること多くて追いつかないけど、なんかね、えー、うまいことできないかと、えー。たまに、たまに相談してきて、ちょっとそれはできない。まあ、正直ね、アメリカ、アマゾン、今、ライバル多いんで、大変なのは当たり前なんでね、それを劇的になんかうま,うまいこと、コロッと、ねオ、オセロの駒みたいにコロッと、これをやればバッチリですっていうのはね、正直ないです。だから、オーストラリア、アマゾンを進めてるんですけど、 な、まあ、なかなか、ね、オーストラリア、うん、アメリカに比べれば市場もちっちゃいっていうのもあるし、今、アメリカでもそこそこ売れてるから、まあ、なかなか乗ってこないんですけど、まあ、正直ね、まあまあ、うん、それはいいとして、アドバイス、ね、まあ、相談は、せっかくサポート受けたらであれば、スカイプ相談、毎月使えるんでね、使ってもらったほうがいいです。で、うん、稼いでる人はスカイプ相談、毎月使って、えー まあアドバイスに従ってるっていうのは、まあそうですね、一番稼いでるのこの方なんで、特徴とすれば毎月相談してアドバイスに従ってるとは一番ですね。まあ、効率の言い方、今現時点でベストだと思う方法をね、えー、進めてるんで、まあそれは効率よく稼げるのは当たり前、ね。で、自己流で解釈すればね、それは正直、精度は落ちるんで、まあ、その分、無駄な動きが増えて、稼げないのは当たり前という、まあ、私にとっては、 ごくごく当たり前の出来事なんですけど、まあ不思議がってたんでね、何が違うのか分かったんで、まあこの動画作りました。まあ、直接ね、そのアドバイスだけしてても、一人の解決にしかなんないですけど、まあ他の会社もね、これ見てね、あなるほどねと、じゃあスカイプ最近やってないけど使おうかなと、ね、使っていただくといいです。はっきり言ってね、これをやる理由が全部これこれでこうでっていう理由は、ほぼほぼ説明してないです。 なぜなら、その説明するとね、理解するのに時間かかっちゃうんで、まあ、物販そのものやることは単純なんでね、えー、まあこうう、こういうふうにやってくださいってやってもらえば、その通りやってもらえば1ヶ月で、まあ、結果出るならね、えー、クレームも来ないんで、えー、説明はしてないです。説明がすごい意味とかね、なんか説明が必要なのはね、失敗した時の言い訳用には必要ですけど、まあ、 アマゾン質疑からしてみればね、買って送ればすぐ結果が出るんで、あんまりね、その、えー、なんでそんなことやらせたとかって話にはならないんで、まあ、かなり説明ははしょってます。ねえー、説明すると長くなりすぎて、えー、理解できなくなっちゃう。理解しないと動けないと、えー、みんな動けなくなっちゃうんでね、えー、逆にもう話はバッサリ単純化して、だからこうやりますというふうに言ってます。それをね、えー、なんか解釈間違えちゃったりすると。 あのずっと延々と,とちょっとピントがボケたことやっちゃったりすることになるんでこの商品探しの順序もそうだったんですけどまあどういう手順でやってるかねえ言っていただいてえ修正もっと早くすればもっと時間無駄にならなかったのになって気はするんですけどえまあ商品探しの手順いろいろ言っちゃうとわかんなくなっちゃうんでね商品探しの手順としては商品が売れてるかどうかカタログをチェックすると。 カタログを見つけて商品が買えるかどうかをチェックする。これはダメです。これは補充の時だけ。あ、補充、補充じゃなくて、補充と関連商品を探す時だけ。新規の商品を探す時は、商品が売れてるかどうかを探す。これが正解。で、カタログを見つけて、それが入れられるかどうかを見つける。これは不正解です。であと、毎月、個別サポートにしたら、毎月スカイプサポートを使う。そしてアドバイスに従うと。これが 一番あの効率よく稼ぐコツなんで、まあ、個別サポートの会員さんは、まあ、特に相談なくてもね頭を整理する意味でもあるいはあの今月やってきたことの報告をする形でも、えー、話してればね頭が整理つきますし私もちょっとあそれちょっと違うかなと気づい,た気づいて修正しやすいんでスカイプサポートはまめ、えー、に使ってくださいもったいないです使わないと、まあ、そんな形で、まあ、昨日ね話しててなんかちょっと違和感あってね 私からしたら、いつもね、商品が売れてランキングがあるかどうかチェックするって言ってるんでね、それ理解してる、みんな分かってるっていうつもりで言いましたけど、よく聞いたらね、違うのこれ、多分なんか思いついたキーワードかなんか何らかの方法でカタログ見つけてきて、それを仕入れようとしてるなと、それは時間かかって効率悪いねっていうのを気づきましたんで、その修正の動画でした。またご相談、予約、ご報告を待ちてます。 アマゾスサポーター、堀秀夫でした。